ベリントン・パウリスタこと、ベリントン・ペレーラド・ナシメントは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。サンパウロに生まれ、CA ジュベントスの下部組織で育った。トップチームに昇格し、ミラソー FC、パラナ・クルーベ、サントス FC に期限付き移籍し、経験を積んだ。サントスでは30試合9得点の結果を残し、スペインのセグンダ・ディビジオンに所属するデポルティーボ・アラベス。 に移籍した。翌年に、ボタフォゴ FR に移籍して、ブラジルに復帰、カンピオナートカリオカ優勝に貢献した。2009年に、クルゼーロ EC に加入、38試合21得点で、カンピオナートミネーロ制覇とカンピオナートブラジルエロ、セリエ A4 位に貢献した。コパリベルタドーレス2009でも5得点を挙げ、決勝に進出したが敗れた。 翌年もカンピオナーとブラジレーロセリエ A2、コパリベルタドーレス2010では準決勝進出とクラブの好調に10得点を添えた。2011年に SE、パルメーラスに期限付き移籍したが翌年に復帰。2013年1月11日に3年延長オープション付きの半年の契約でウエストハムユナイテッド FC に期限付き移籍。ウエストハムユナイテッドとしてはジョーコール。 マルアーヌ・シャマフ、ショーン・マグワイアに次ぐ4人目の冬補強となった。この遺跡について彼は、ここでベストを尽くすことができると思うし、これから伸びていく、ブラジル有数のストライカーであると認めさせるために、来たんだ。と述べたが、サウサンプトン FC、レディング FC 戦でベンチ入りを果たしたのみで、1試合も出場できずに退団した。2013年夏にウェストハムユナイテッドから戻ると、 クリシューマン EC に期限付き移籍した。2013年内には SC インテルナショナルに加入する噂があったが、クルゼーロが保有権を持っていたので、加入の方は12月26日になされた。インテルナショナルは同年にレアンドロダミアンが移籍したため、彼の後釜としての加入となった。翌年コリチーバイ FC に期限付き移籍。2015年に、 フルミネンセイフシーに完全移籍。2016年に AA ポンチプレッタに、2017年にアソシアソン、シャペコエンセジフチボーに期限付き移籍し、2018年にシャペコエンセに完全移籍した。ありがとうございます。